リキア、ミヤビ、ハレンコ夫婦、今日は爆買い。無理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 。ズミです。ズミ、ズミです。激安サイトのテムっていうとこでミヤビが爆買いしちゃいました。なんか今めちゃめちゃ流行ってるらしくて、アメリカのなんかショッピング系のアプリランキングでずっと1位みたいな、うん、すごない？結構いろんなインフルエンサーさんも紹介してて、みやびも気になっててサイト見たらめちゃくちゃ安くてめっちゃ買ってまいりました。送料もかからんしな、しかも。そしてなんと今回特別に概要欄の URL からテムに飛んでいただくか、アプリの検索バーにクーポンコードを打っていただくと、なんと1万5000円分のクーポンがもらえるそうです。いやー、ほらお前すごい、嘘つけすごいよね。えー、何買ったのか気になる。じゃあもう開けてこ、ドン、はい、来ました。すでにもう破れちゃってます。これはでも海外で買い物するときこんな感じじゃない？そうなん。でもまあ商品は問題ないので開けてこ。ちょ、めっちゃ入っとるで。ちなみに何円分買ったの？今回は約4万円分。4万？はい、購入させていただきました。もうね、何買ったかも忘れてます。これ何？やっ、こんな感じのアクセサリー入れを買いました。こちらのジュエリーボックス、なんと999円、スーッと出せますから。よし、かわいいよね。ピアスとかめっちゃ持ってるんで、ここに入れていきたいと思います。2段目はネックレスかな。リキアのネックレスもついでに入れてあげます。ついでじゃない、ちゃんと入れ。この人はすぐ裸のまま放置するんで。次、これは加湿器です。寝てる時すごいね乾燥するんで、加湿器欲しいなと思って調べたら、なんかコンパクトなんか出てきたんで試しに買ってみました。説明書もついてますよ、ちゃんと。充電されてない状態だから、はい、一旦これを放置しましょう。次、あー、タイツタイツタイツ、みやびのタイツ。裏着もほら触ってみて。裏着も、はい、冬にぴったり。これ結構生地いいです、うん、500円の割に生地いいですわ、はい、発言オーバーハンやねこれみやびちゃん、じゃあこの辺みやびちゃんの服。はい、服いっぱい買った。なんか可愛いのいっぱいあって、ほら可愛いや、イチゴとか。これは悪夢の帽子。あー、見たことあるぞ。ラーメン丸の帽子や。これなんもな。これは1115円しました。もうそれでいいやん。ピンクバージョンもこの間買ったんですけど、それは8000円したんですね。もうこっちでいいです。テム見たら1000円で売っとってん、うん、で、あの色違いってことで緑買いました。可愛いでしょ。質疑こここれはえ、お前カバンですね。これは、まあ、旅行行った時に使えるかなっていう。旅行用？なんかスーツケースのとこにシュッてかけれるらしいです、この紐が。こうやってコンパクトに畳んでキャリーに入れといて、で帰り、キャリーはパンパンにしていくんやろ、行き地から。行き地からはパンパンじゃないです、いつも。で、まあお土産とかね買って、まあ、キャリーに入りきらん時用のカバンを買いました。しっかりしてファスナーもついて最高です。ポケット何個ある？ポケットは外側に2個あって、で中にも1つあります。うん、長いもの入れたいときはなんか拡張できますね。これ拡張なんか、これ拡張じゃないし、ね、こっち側に入れるんじゃない？ああ、そういうこと、多分そうやな。はい、また嫌なもん見えてきたぞ。怖い、かわいいや、やっぱりこれかわいい。一目ぼれして買っちゃった、これカバンなんです。めちゃくちゃ可愛い。何それ、動物のカバンばっかなんで買うの？動物愛好家なんですほら、しかもファスナーもついて中にポケットもあるし最高です。これみやびが一番求めてたサイズのカバン。まあ見た人がそれ可愛いってなる可能性はかなり低いと思う。俺と行動するとき絶対これ使わない。なんでなんで？デートのときとか絶対これやめてよ。でも普通に買ったら、まあ、2、3万するクオリティのカバンやね、これは。だってこんなにぬいぐるみがついて5000円って安くない？21匹ついて、まあ、5000円やから、まあ、安いな。200円で計算しちゃうもん、すごい。これは何？はい、あ、旅行用の収納袋です。お洋服入れですね。めっちゃ入ってる。1、2、3、4、5、6、7個も袋入ってる。こんなんは
いいと思う。うちの旦那さんね、いつも旅行とか行くとき服も裸のまんまリュックとか詰めるんですね。そのままリュックを放り投げてますよね、はい、それ嫌なんで、まあ、買ってあげました。何があかんの、その裸のまま入れるの。いや汚いやん、収納袋が汚なるやん。洗うとるんやん、それこれごと洗いますから。中に色入れたまま、はい、洗濯ネットと勘違いしてる洗われへんのかな。これリキアのために買ってあげてん。なにこれ、おぉサッシをそいつ入れてた。こういうの俺欲しかったん。なかなかこういうのね、ありそうでないよね。うん、後で掃除します。プレゼントです。プレゼント、はい、掃除してください。あこれは鏡ですね。いつもね、鏡の取り合いになっちゃうんで、リキアとこう、みやび専用の鏡を買いました。収納付き、サイズ感もちょうどいいですね、うん、よっよよよ、あこれもね、収納ケースです。あの、拭き取り化粧水でコットン使うことが多いので、コットンを入れようと思ってこの収納ケースを買いました、うん、かわいくない緑で、ちょっとしたおしゃれだね、うん、じゃあ次いくよ。うわパワー。おあ、なにこれ。これね、リキアのために買ってあげてん。え、なにこれ、背負うの、こういうこと、これ持つの小学生の時をこういうランドセルの背負い方するの。おおおおお、動いた動いた、つけてつけてつけて、おいい、背中でつけるんやって。ああ、そういうことか。待って、届かへん、太りすぎて俺これでよ、うん、あ、これ結構普通に揉んでくれてる。リキアに向けて勝ってリキアが喜んでるから正解、うん、成功成功。うん、ちょっと続けといて。はい、じゃあ次ワイヤレスイヤホン買いました。ハートのめっちゃ可愛くない。おぉめっちゃ可愛くないですか。はい、イヤホン、イヤホンが接続されたので音質確かめてみます。おねだりねあれこれはいいよ過去に俺この手のやつ買ったことあんねん、海外製のやつ、はいはい、と比べたら良くなってる。うん、困らんよね。イヤホンとしてはちょっと古いコード系のイヤホンあるやん、それとそこまで差はないかも。ああ、全然いい全然いい。なんかこれ使えへんゴミじゃない、普通にちゃんと使える。この値段でやろ、しかもメインで使ってるやつが充電切れてとか、うん、の時用とかに一応1個持っててもええぐらいのレベル、うん、それ会話できんの？もしもし。もしもし。今空の上かどっかにいますか？いや、普通に喋ってるらしいやつって。海には潜ってない？あ、聞こえてます？ちゃんと。はい、聞こえてるのは聞こえてる。ああ。ああ、でも会話できてるちゃんと。音楽聞いたりする分には全然いい。いいよこれ、うん。じゃあ次。何これ？はい、リキ太郎にプレゼント買いました。おお。ステッカーとかを貼って、まあ多分これ電池入れるとウィーンって動くん。おお。おお、はいや、これ太郎にはちょっと難しいんちゃう？すごくない？あなたは終わり。まあ結構アナログな感じでいいよね、こういうゲーム。あ、当たったらちゃんとあるの？ゲームオーバー言われた今。ほら、これやろうか一緒にな。行くで。ああ、ぶつかった、ほら。待って。はい、で。はいはい、ぶつかった。はい。余計な、それ。で、次。こちらもまた収納ケース。これは冷蔵庫や。え、なんで分かった？天才やパパ。なんで分かった？お前何年お前料理しとる思ってんの？サイズが合わへんもん。え、なんで？これ350ミリ缶やん。入るのは入るよ。こんな感じでいいんじゃない？いい。飲みたなってるよ。うわ、ずる。リキアしか飲まないんですよね、トマトジュース。
まずいからな。うまい。うまい。もう一杯。ラスト。これはメイク道具の収納ケース。開けて。何個買うねん。それその収納ケース逆に片付かんくなるわよ。でっかー。さっきの緑と合わせて。うん。でこれをこの中に入れて収納すると。はい。これやったら美顔器とかも入れれるね。これだけで置いててもすごくおしゃれじゃない？オブジェとして。うん、でしかもほらこうやって持ってます。最後服。服。みなみちゃんのコーディネート。はい。はい。着替えました。どうですか？可愛くない？みやびっぽいね。やろ、みやびっぽい服がいっぱい売ってて。これは何ですか？これさっき紹介し忘れたんですけど、トルティーヤの毛布。トルティーヤ？トルティーヤ。生地可愛くない？可愛い。これで巻かれたら、ほらタコスの完成。ああ。リキタコス。リキタコス。リキ太郎もこれで巻いたら可愛いかなと思って。はい、トルティーヤ太郎。50年齢ですね。じゃん、ストロベリーマン。うわ、これめっちゃ映像。これはいいんちゃう？これね、ちゃんと一つずつ手編みやと思う。かわいらしい。かわいいよね。うん、なんかしっかりしてそうやな。うん、結構しっかりしてる。何でも買っていいよって言われたらそうなるんやな。あとこちらのバッグも買っちゃいました。かわいいやろ。ガラガラガラやな。そのカバン自体はかわいいねんけど、うん、合わせ方の問題やな。みやびちゃんはね、大体合わせ方が特殊なんやからね。それがおしゃれってよく言われてます。それ何？ニット生地みたいな。ニット生地ですね。結構しっかりしてます。あともう一個。あともう一個あるの？はい。どうぞ。じゃーん！どうですか？パジャマ。え？これじゃ上下セット？上下セット。このイチゴが可愛かったから。全部イチゴやな。イチゴ大好き。それ下のやつも？このタイツはさっき紹介したやつです。あ、出てる出てる。フィルターにだから水分含まれてなかったからやろ。出てるんですけど、多分カメラでは確認できないぐらい細かい感じの、まあ、デスクワークとかする人いいかもね、こういうの。ということで、これで全部。はい。おお、結構買ったな。これで、まあ、4万弱ぐらい。あ、全部でこんだけあって。はい、楽しめたね。また買おう、絶対。これでも、不良品とかあったらどうなるの？不良品がもしあっても90日以内やったら返品できるらしいよ。海外製品の中でも一番デメリットなところがいけんの？嬉しいよね、90日以内無料って。概要欄の URL からテムに飛んでいただくか、またはアプリの検索バーにクーポンコードを入れていただくと1万5000円分のクーポンもらえるらしいです。すごい。ありがたい、すごいよね。もうその1万5000円お前に入ってくるとか、そんなちゃうの？そう、全然違います。特別にテムさんがクーポン皆さんにどうぞということなので、よかったらぜひ使ってみてください。どう、リキアは見てて、これ自分でも買ってみたいと思った、いろいろ。いや、俺はなんか店のものとかを結構見てたから、もともと海外でお皿買ったこともあって、日本で買うとな、特に大阪は買いに行くとこ一緒やん。一緒になるんよ、その、うん、いろんな店舗と。でも海外のやつってそうそう被らへんから、一回探してみろ。じゃあリキアもクーポンコードを取得して。お、お願いします。それで買うと。お願いします。お前やっぱり違う。絶対そうやろ、絶対そのクーポンコード入れたらへん。いいよ別に。こっちは別に関係ないもん。関係ない。そっちが損するだけやからね。うん、何や、二人して。なので皆さん、よかったら手も使ってみてください。これみやびがクーポンコード今日使ってたら、実際みやびこれ今日のやつ全部2万5000円のことやろ。そう。お、素晴らしい。はい、はい、ということでね、いいお買い物ができたということで、それでは次回、みやびの誕生日、テムで一式揃えます。バイバイ。なんで安上がりで、ちょうどいい。もうちょうどいい。クーポンコード使って誕生日やるよ。みやびの好きなところは、どんだけこう値段とか関係なく、うん、安くても喜んでくれるところっていう。そう、はい、好みが分かったから、誕生日いっぱい買ってあげるね。こういうのがいいんやろ。よしよし、なんで急に笑わんの。